はい、皆さんこんにちは、あやのです。今日はバトルオブ東京のクリアファイルコレクションボリューム1をガチャガチャで引いてきたので10枚引いてきたので今日は開封していきたいと思います。ラインナップはこんな感じで全部で24種あって、うん、ランペが16で、ファンタが8、うん、で24です。すごい、ランペとファンタだけっていうのがさ、ちょっと、うん、推しがいるものとしてはありがたい。確かに確率的に上げていきたいと思います。はい、あ、せーので一緒に開ける。ここを一番上をピラッてする。いくで、1枚目いきます。せーの、うわっ、神谷健人です。あれめっちゃ反射してる。最近な、はい、ケンタトークしてた。ケンタトークしてました。え、すごい、どういうポーズこれ。こんな感じで、神谷健太、ミーヤ、ミーヤ、どうこのポーズ、いいやん。ケンタ、ケンタケンタです。ベッド持ってます。後ろはこんな感じ、かっこいい。ラウディ将軍、バトルオブ東京、ランページって書いてます。で、ここにもさ、バトルオブ東京って書いてて、あ、これちなみに1回300円です。強くない？ 300 円でした。普通にグッズ買ったら300円で500円とか、うんうん、500円ぐらいする。ガチャガチャする楽しみもあるしさ。めっちゃいいよ。ガチャガチャタイプの、うん、フラットタイプのガチャガチャ初めてやった、ね。はい、進化してますね。じゃあ、じゃあ、かっこいい。はい、はい、いきます。せーの、あー、翔平、翔平です。ランペ、腕組み翔平やる、うん。え、すごい、なんかかっこいい。え、めっちゃかっこいい。チームタメ、チームタメでーす。どれも後ろこんな感じ。クリアファイルさ、やっぱ大きい A4 やからさ、うんうん、何かと使える、うん、大きくプリントされてるのよくない、うん、しかも真ん中にドーンとね。でなんかクリアファイルって集合じゃない。確かに、なんか一人ドーンっていうのがね、人人、サルトビです。サルトビ、サルトビ、え、めっちゃいいやん、腕組みスタイル。はい、ランペ続いてるな。ランペ、ランペです。はい、確率的に次本体で、え、どうやったっけ、こっちか、こっちだ。いきます。せーの、え、誰、レアくん、レアくん、ちょっとめっちゃなんかミステリアスみたいなさ、ポーズしてない。こんな感じです。やんだ、かっこいい。こう、うん、来てくれた来てくれた。あ、ほんまや、ファンタ。いい、レイヤ君はなんていうの。レイヤ君好き、カグラ、うん、あ、すごい、黒髪。レイヤ君さ、黒髪が好きなの最近。黒髪レイヤ君です。めっちゃかっこいい。こんな感じで、嬉しい、来てくれて。ファンタです。今からファンタに会いに行くからな。超楽しみ、 BTT。イエーイ、レイヤ君です。はい、今何個目、超かっこいい、3つ目。そろそろ推しを出したい。出したい。ケイトくん。ケイちゃん。私はカズマくんとソウちゃん。はい。はい、いきます。4つ目。せーの。あ、ヤギコリ。すごい高い声だ。ヤギコリです。いや、かっこいい。なんかさ、ファンタみんなクールな感じ。うん、クール。しかも、はだけちゃってる。にゃん。ここら辺まで入ってない。やばい。かっこ、あ、黒髪や、黒髪推しやな、やっぱ。前髪あるし、しかも、うん、かっこいい。この服は、あの、着こなす人を選ぶで。確かに、ゆうすいくん、やちゃんの着こなせる服。あ、ファンタはこんな感じ。アストロナインですね。アストロ、こんな感じです。なんかかっこいいね、衣装。うん、着こなせるっちゃ、なんかみんなシックに、うんうん、かっこいい、シックシック感じで。え、めっちゃいいやん。これ絶対さ、買うべきやと思う。うん、こう、え、結構大きいのがいい。結構いろいろあって、サイズ大きいのがやっぱいい。あの、ガチャガチャ大阪にも結構あったよな。うんうんうん、皆さんぜひ引いてください。でも10月の2週目発売やから、まだ発売したところやから、いけるいける。めっちゃいい、この推しが、あの、大きいプリントのっていうのがいい。欲しいよね、推し。いきます、5つ目いけた、うん、せーの、やだ
え、すごくない100発100中でさ、けいちゃん出んねん。引きやばい。いやかっこいい。見て見て、なんか見てこの情熱のレッド。おもろすぎやんけど、しかもケイちゃんが踊るたびにな、うん、この なんていうのか、スカーフみたいなのがこうこう、うんうん、ついてる衣装なんやけど、うん、この、踊るたびに、うん、このファサファサが揺れんの。ケイちゃんすごい似合ってんの。似合ってんの衣装さん、天才すごい。これ着てるケイちゃん好きだよね。ケイト君に出ました。やだ、なにこの憂いのある表情。え、かっこいい。いつの間にこんな大人な人ができるようになったんじゃん。金髪で。金髪かっこよすぎる。ケイン。ケイン。やだ。おめでとう。怖い。今日ちょっとケイト君やばいな。ケイちゃんめっちゃ出ます。出ます。はい。何度ある？カズマ君とソウちゃんも欲しい。ソウちゃん出ろ。いきます。半分ね。せーの。パカミで。おお、タカピ。かわいい。タカピで。タカピで。かわいい。え、なんかさ、めっちゃ顔整ってるって話をしてたんだこの前。いやだってそうやん。造形美が、うん、造形美って感じだよね、うんうん。完璧な顔してると思う。ナペです。なんて名前？エノットや。エノっぽい。エノっぽい。ちょっとバトルオブ東京の名前忘れかけてた。確かになのな。確かに。やだ、かっこいいけど。ハイディショーが。みんなシックやな、衣装。うんうんうん、表情もさ、かっこいい。大人びてる、うん、クールな表情。しかも後ろ黒いしさ。パリコレみたいな。確かに。パリコレで寝てる方。パリコレで寝てる方。うわ。はい、高秀でした。え、あと4つしかない、どうしよう。ちょっと待って。4つの中にあの入ってるから、カズマ君とソウちゃん。え、ちょっと、どれ。あなた今日、運いいか。選んで。今ここに4つあります。多分あ、選んで。ここと、ここにいる。あ、いる。たずまくん、そうちゃん、うん、それを残しとこ。あ、それを残しとこか。7個目いきます。せーの。白もこもこと一緒やん。ほんまや。いやん。白もこもこ友達。白もこもこ友達。かわいい。なんかもこもこのこの、まだ短いのがかわいい。こう短いのがやばいって。やばい。え、かっこいい。当たると思わへんかった。かっこいい。しかもちゃんとこっちを向いてくれてるって。めっちゃいい。すごい真っ正面。うん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 。しかもなんかこのもこもこ着てんのに中、うん、なんか網やめっていう。かっこいい。ルクス様です。かっこいい。黒髪です。いいね。やっぱ黒髪が好き。黒髪、うん、わかる。え、すごくない？めっちゃこっち見てるでしょ。うん、目合ってる？やばいやばいやばい。すごいまっすぐ見てる。もういいねんけど。あとそうちゃんな。あとそうちゃん。目が合ってます。そうちゃん。あと3つです。やったー。はい。はい。あと3つここにあります。これそうちゃん。あ、それそうちゃん。え、そうちゃん行く？どこ行こう。そうちゃん行く？はい。そうちゃんです。8個目です。うん、せーの。あー怖い。怖いって。マジで？マジで？すごい。最強の神引きじゃない？怖い。この10個。やばい。全部出たよ、美味しい。やばっ、そうちゃんです。かわいい。いやん、お口かわいい。見てお口。みんなクールな感じやけどさ、うん、そうちゃんクールな表情してもさ、うん、やっぱかわいさなんか勝ってるから。かわいい。鏡これ。え、ちょっと赤鏡じゃない。かけずない。ちょっとかけずない。かけずくてもかわいいんやけど。かわいい、そうちゃん。かわいさなんか勝ってる。そうちゃんです。かわいい。ちょっと今日すごい。きたよ。10個しか引いてなくてさ、このケイトくん。ケイちゃん、ケイ。え？え、すごくない？神的すぎる。じゃーん、推しが揃いました。揃いました。すごい。やばい、かっこいいけど。やばい。え、もう一生大事にする。最高。じゃーん。大満足。え、大満足。でもあと2つあるからね。
かっこいい。じゃーん、かっこいい。この 黒の背景とかね。あと2つ、9個目いきます。いくで、せーいい、せーの、じゃん。あ、そうさん、そうさん来ました。そうさん今日前面やからさ。あ、前面来てくれたカフェでも。あ、確かにかっこいい。マジスタイリッシュ、うん、スタイリッシュ、スタイリッシュです。かっこいい。本当結構出たくない？ギッコリーも出たし、あ、結構出た。レイヤ君も出たし、そうちゃん出たやろ。ペコリペコリ、今日はお世話になってます。サオさんの魅力にちょっと最近ちょっとドッグになってきた。やばいよな。大人の子の魅力にさ、大人に分かる。大人やし、ね、ダンスもやばい、うん、たまらない、なめらかい、うん、今日も楽しみってなる。ラストいきます。はい、せーの、じゃん。え、よいしょ。ショコタム、ショコタムか、ショコタムです。なんか腕出てない。久々じゃない、ショコタム弾くの。ショコタム確かに、なめっちゃ衣装かかわいい。ショコタムの場合衣装、ショコタムってこれめっちゃ似合う、うんうんうん、イメージあるよな。ワンちゃんがつけてる、うん、衣装かわいいけど、かわいい。じゃーん、ショコタムでした。ショコタム、はい、10個で揃いました。ということで、神引きやん。推しを皆さん持ってください。かっこいい、かっこよすぎるんやけど。なんか大きいサイズ嬉しいな、うん、A4 サイズ金でっていう感じでした。かっこいい。最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。最後までご覧いただきありがとうございました。インスタ、TikTok もやっているので、ぜひフォローよろしくお願いいたします。そして YouTube チャンネル登録、コメント、グッドボタン、ぜひぜひお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。